ね、どうもこんにちは。こういうことで有名な徳島現代史協会の静葉ちゃんですけれどもね、今横で読みさん出てますさて、本日はですね、こちらまたエースコックから出ておりますエッジ、驚き&やりすぎ鬼背脂豚骨醤油ラーメンということでですね、まあ、エッジというシリーズでしたら以前であれば辛いやつ、ともかく唐辛子入れまくったカップ麺と、それと焼きそばですか、こちらの2種類を以前試食レビューとしてやらせていただきましたけれどもね、まあ激辛というのは結構ネタとしてありますけれどもね、各商品それがですね、油がいっぱいというのはこれが初めてです。え、何、油足りてますって言われてもね、足りてるよねまあ最近ちょっとずつ退場してるところで一体何をやってんだろうね私でですね、油が多すぎてパックに入りきらないので追加でもう一パック用意しました、だそうです。何やってんのでですね、そのせいか、カロリー表記の方が、734キロカロリー、まあペヤングの超大盛りよりかはまだ少ないですかまあそういうふうなことになっておりますね。はい、ではまあそれでは作っていきます。これと中に入っているのがこれだけ、和訳後入れ調味料、それから粉末スープに、それから液体スープ、こんだけだから、これがこれが調味料が、後入れ調味料2種類あるって、これが油が多いと、まあこういうことなんでしょうね。ようやるわ。で、作り方の方が何で、火薬と粉末スープ入れる。火薬に関しては、これはなんかどっかで見たことあるような、中身になっておりますね。で、粉末スープを入れます。で、これでお湯を入れ、で、これで4分待つそうです。まあ、とりあえずこれを上に置いていきますね。では、4分経過しましたので、作っていきます。はい、じゃあ。で、問題はこれですよね。2つの、後入れ液体スープですか。まず、気泡を入れていきますけれどもね。おぉ、これね、気泡だけでも結構油入ってるよ、これ。よいしょ。はい、じゃあ一つ目入れまして、もう一つ目入れます。だよーん。さて、こっちも油ただまあ油の質がちょっと違うのかね、それとも溶け方が違うだけかね、こっちがサラサラしてるけど、いいや、よっしゃ。もうほんとね、これ油だらけですね、この上。これをね、混ぜ込んで、で、完成でございます。ちょっと見ようか。こんな感じになっておりますよ。まあ油は全部溶き切ってるんでね、見た目その普通って感じだけどね、まあこの辺ちょっと映像で見えるかな、すごい油が浮いておりますね。はい、では、いただきます。今具材の方がですね、天かすとキャベツと、それと唐辛子がちょっと乗ってますね。香りはですね、
豚骨ラーメンの濃いバージョン、まあそんな感じですけど、まあこれね、ものすごく濃い。麺はね、まあ太い目の麺ですね。で、噛み応えがあるね、弾力のある麺になっておりますけれどもね。でね、まあ豚骨ラーメンなんですよ。それがね、やっぱり油がすごく多い。口の中、この舌の中、舌の上にね、油がもう全部乗っかってるような感じになってる。もう油でコーティングされてるっていうのかな、舌が。でもね、いやらしい感じは全くないですね。意外にね、食べやすいような気がしますよ。まあ、総合的に見ても美味しいとは思いますね。うん。油そのものをね、こう食べてみたらね、スープを入れた時にはものすごく多いねって感じなんですよ。油身の塊が入ってるようなね、油の塊入れたようなね、そんな印象だったんだけどね、比較的食べてみると意外に滑らかですね。そんな油がくどすぎるっていう感じではないです。エースコックって言ったらスーパーカップのシリーズがあって、その中に豚骨ラーメンがありますよね。あれよりもね、味が数段上、まあ、スーパーカップはああいう風な味ではあるんだけれどもね、個人的にあんまりスーパーカップ食べる気がないんだけど、そこまで好きになれないから。でも、ね、今まで発売されてる豚骨ラーメンの中ではこっちの方が味はしっかりしてますよ。でもそれが油のせいかどうかって言ったらどうなんだろうという感じがありますね。ということで、ごちそうさまでした。でもね、食べ終わった後ね、この油の感覚がずっと口の中に残るんだね。これがね、くどい。だから食べ終わった後ちょっと口の中さっぱりしたいなっていうふうな、そんな感じありますけれどもね。でもそんないやらしい感覚ではないです。比較的余韻がずっと残っているような感じでね、これはこれでまあいいのかなっていうふうに思いますけれども。でもまあ、
ね、これはあの激辛とは違ってやっぱり辛さっていうのは刺激物だから、うん、だからね、あのまた食べたいなって思った時に無理なく食べることはできると思いますよ。でもね、やっぱりそのこうやって喋りながらね、あの思うのは後味が長い。あの油のせいだろう、これも。食べてる間はね、ともかく気にならないんですよ。あのものすごくその美味しいなと思うんだけれどもね、食べ終わった後がともかく余韻が長すぎ。これだったらもうご飯としても食べた方がいいかなって、そのぐらい。むしろご飯いるね、これ。これを置かずにご飯を食べてちょうどいいぐらいじゃないかな、そんな感じです。うん、今このエチっていうやつは今までその激辛があって、また激辛があって、今回はあの油がたっぷり入っているっていうね、何らかの形で何かをやりすぎているっていう、そういう風なシリーズを、出してます、定期的にね。あの今まで、じゃあ激辛やりました、また激辛やりました。まあ激辛の方がカップ麺と、それとカップ焼きそばで、今回のあの背脂たっぷり入れまくったっていうね、豚骨醤であるんですけれども、まあ、いずれも好きにはなりましたね。まあ激辛の方はあんまり食べてないんだけど、本当に言うと、まあ物が刺激物だからね、そう何度も食べたいっていうような感じにはちょっとならないんだね、最近。あの激辛に関しては、まあちょっと口の中結構残ってる、くどい、あの油が。じゃあ次エイジっていうシリーズ作るときに、じゃあ何作るんですかってことになりますよね。あの今度は具材がいっぱい入ってるの、あの肉がいっぱいとか野菜がいっぱいとか、そんな感じですかね。まあともあれですね、あの結構美味しいカップ麺ではありましたよ。これでしたら、まあ油が苦手な方はともかくとしても万人向けというんじゃないでしょうか。うん、まあ、激辛が苦手な方も一応食べることはできると思います。ただこれね、カップ麺単体じゃなくてね、他にも何か一緒に食べた方がいいと思う。ほんと油がきついわ。ということで、静葉ちゃんでした。はい、ごちそうさまでした。